これから6回カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。砂田が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターボックスは8番相澤。先ほどの打席はセカンドゴロに。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁にランナーを許しています。そしてバッター送ります。ビシエド1塁送球アウト。ワンアウト送りバント成功です。ワンアウトランナー2塁となりました。いいコースですが外れています。いい角度で落ちてきました。ストライクです。低め外れました。ストライク。さあバッター追い込まれています。外へのスライダー、ここは見極めています。フルカウントになります。インサイド落ちました。この打球は落ちるか。どうだ。センターが取りました。ツーアウトです。さあそしてバッターボックスには菊池が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。打ちました。これはショートライナー。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。7回の表カープ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは西川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られている。引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには4番マクホール。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。痛烈。これまた取っています。いい動きでした。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いやバッターは今の悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。見事なジャンピングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いい守りしてますね。バッターボックスデイビー。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。ボールになります。ボール先行です。ファウルになります。ボールになります。アウトコースへ決めました。3ボール2ストライク。三振を取りました。3アウトチェンジ。